伊藤龍馬、伊藤龍馬、伊藤達馬、1988年5月18日帯は、三重県稲部郡北勢町、現稲部市出身の男子プロテニス選手。北日本物産所属。身長180センチメートル、右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ATP ランキング自己最高位は、シングルス60位、ダブルス312位。 9歳からテニスを始め、全日本ジュニアテニス選手権12歳以下、シングルスベスト4、全国中学生、ジュニアシングルスで準優勝の成績を上げるなど、早くから有望ジュニアの一人として知られていた。高校はテニスの強豪校として知られる長尾谷高等学校に進学。在学中には、トヨタジュニアシングルス、ジャパンオープンテニス選手権。 ジュニア部門シングルスなどで優勝。全日本ジュニアテニス選手権18歳以下シングルス。全国高等学校総合体育大会テニス。競技大会シングルス。世界スーパージュニアテニス選手権大会ダブルスで、それぞれ準優勝を上げるなど国内トップレベルのジュニアに成長。在学中の2006年にプロ転校。2007年には早くもツアー株大会の。 フューチャーズ大会シングルス優勝、第8シードで出場した全日本テニス選手権、シングルス部門でも、前年度シングルス部門優勝者である、岩渕悟志を6から7、6から2、7から5の逆転で下すなどの活躍でベスト4、進出の成績を残した。2008年は、さらなる躍進の年となり、フューチャーズ4大会で優勝。 9月のジャパンオープンテニス選手権で主催者推薦で ATP ツアー大会本戦初出場。第4シードで出場した全日本テニス選手権ではシングルス部門準決勝で森谷博則を6から4、6から4のストレートで下し決勝進出。決勝で今大会第1シードの添田剛と対戦。7から6、3から6。 4から6のスコアで赤敗するも、準優勝の成績を残す。今大会では、ダブルス部門においても、同じミキプルーンの剣豪機と組んで出場。こちらも、準優勝となった。以上の活躍によりランキングも、年初の511位から年末には313位まで、大きく上昇させた。2009年も全日本室内テニス選手権で、準決勝進出の成績を残すなど、 高調査を維持しており、同年4月にはランキングも200位台に上昇。6月には、ウィンブルドン選手権の前哨戦として知られる、英語国際予選に出場。予選決勝で当時 ATP シングルスランク96位の、ビンセント・スペーリアを6から7、7から5、6から3のフルセットで下し、初の自力での ATP ツアー大会本戦出場を果たす。 11月には、ダンロップチャレンジャーで初めてチャレンジャー大会の決勝に進出。決勝では、ウラジミール・イグナティクに6から7、6から7のストレートで敗れ準優勝となったが、これらの活躍により、年度末シングルスランクも、年初の314位から210位に上昇。自身初の日本人選手トップに立った。杭州アジア大会では、 男子シングルスと団体で銅メダルを獲得した。4大大会は全米オープンで初出場。1回戦で第25シードのフェリシアーノ・ロペスに2から6、4から6、4から6で敗れた。楽天ジャパンオープンでは1回戦でルディセラに6から4、3から6、6から3で勝利した。2回戦でバーナード・トミックに7から6、1から6、5から7で敗れた。 全豪オープンでは1回戦は、ポティとスタラーチェに6から3、4から6、6から3、6から4で4大体開発勝利。その後3月の全日本室内テニス選手権で、優勝し3月19日付の世界ランキングでトップ100入り、さらに5月のプサンオープンチャレンジャーでも優勝している。全仏オープンでは1回戦で第4シードのアンディ・マリーに1から6、5から7。 0から6で破れた。6月のユニセフオープンでは2回戦で、ユルゲン・メルターを6から2、6から2で破り自身初のツアーベスト8に進出した。6月26日、ロンドンオリンピックへの出場が決定。このオリンピックには西小利と、添田剛の出場も決まっており、日本男子選手が3人同時に出場するのは1924年、パリオリンピック以来88年ぶりとった。 シングルス1回戦で、ミロシュラ・オニッチと対戦し、3から6、4から6で敗退した。10月の楽天ジャパンオープンの1回戦で、世界ランク12位のニコラス・アルマグロに対し、7から6、7から6のストレート勝ちを収めた。10月22日付のランキングで、自己最高の60位を記録した。全日本テニス選手権決勝で、西岡義人を6から3。 6から3で破り大会8度目の出場で初優勝を果たした。楽天ジャパンオープンでは1回戦でフェリシアーノ・ロペスに6から4、5から7、3から6で破れた。2014年8月全米オープン1回戦で世界ランク51位のスティーブ・ジョンソンと対戦し相手の途中棄権により同体開発勝利を挙げた。2回戦はフェリシアーノ・ロペスに破れた。 9月の楽天ジャパンオープンでは、1回戦で、第1シード、世界ランク4位のスタン・ワウ・リンカを7から5、6から2のストレートで下した。2回戦では、ベンヤミン・ベッカーに3から6、3から6で敗れた。全豪オープンでは1回戦で、第32シードのマルティン・クリザンに、全仏オープン1回戦で、第28シードのファビオ・ホニーニに、ウィンブルドン選手権では、 予選2回戦で、森谷博則に敗れた。その後のテニス連動選手権では1回戦で、ノアル・ービンに2回戦で第7シードのスティーブ・ジョンソンに勝利し、準々決勝進出。準々決勝では、ジョン・イコール、パトリック・スミスに敗れた。その2週後のコロンビア・オープンでは1回戦で、マシュウ・エブデンに2回戦で、アレハンドロ・ゴメスに勝利し、2大会連続のベスト8進出。 準々決勝では、第2シードのバーナード・トミックに敗れた。全豪オープンでは予選を突破し、2年連続本戦、出場。1回戦で、ラデクスティパネクに4から6、3から6、7から6、2から6で敗れた。2月のデルレイビーチオープンで予選を通過し、本戦出場を果たすと、1回戦で、デニス・ノビコフに勝利し、今季初勝利を挙げる。 マイアミオープンでは予選を通過し、本戦では1回戦でニコラ・マユに勝利し、マスターズ戦初勝利を飾る。2017年全仏オープン終了時点。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。